はい、皆さんこんにちは、渡辺隆史です。では今回は信長の野望大失敗と加藤清正プレイ続くやっていきたいと思います。関ヶ原合戦のシナリオでスタートして、なんとかね、家康の台頭を食い止めて豊臣の、天下を守ろうというコンセプトでプレイを進めています。で、九州にいる清正なので、大阪、豊臣のね、いる畿内に、進攻できるようにということで、今四国まで、部隊を送っていたんですけども、そんな中、友好関係にあった島津が突如として、清正に攻撃を仕掛けてきたので、四国への進攻を中断して、今九州に戻っているというところです。ただこれだけではですね、島津軍の屈強な部隊相手に、戦うというのは難しいので、まずはですね、いろんなところに援軍の要請をしていきたいと思います。これはもう必須ですね。お金や兵糧、いろんなものを犠牲にしたとしてもですね、なんとか援軍を出してもらえるように交渉をしていきます。とりあえずこれくらい援軍を出してもらえば、なんとかなるかなというところですね。兵糧も潤沢にあるというわけではないので、あまり無茶はしないようにというところですね。薩摩隼人の力、見せてくれようぞということで、薩摩兵は強いですからね、ここになんとか、対抗する手段として清正もね、しっかり出陣をしていきたいと思います。さて、どこに向かうかだな。戦場上限が3万。高鍋城を救うために高鍋城へ出陣すると、義弘軍1万4600に対して味方も1万4000で戦わなきゃいけないというのは、ちょっと島津軍の強さを考えるとしんどそうだなという感じがするので、あえて佐渡原城の方に進攻しましょう。で、佐渡原城を取った後ですね、高鍋城を奪還するっていう。で、ちょっとそういう作戦に変えてみます。では、兵を出しましょう。合計2万9000、3万の軍勢ですね。整えることができました。この中には長政もいれば、立花宗茂もいますね。それなりの強さ出せる部隊になったかなと思います。では、出陣です。島津義弘軍が高鍋城に早くもやってきましたね。これ、籠城します。持ちこたえられるかというとちょっと難しそうだなという印象はあるので、高鍋城の落城は免れられなそうですね。ただこの後こちらも3万近い軍勢を持って出撃してますので、高鍋城の奪還をね、やっぱりしてあげる必要あるかなというふうには思っています。これだけの大兵力を動かすと、やっぱりね、消耗っていうのは大きくなってくるので、兵糧の消耗ですね。兵糧の管理はしっかりやりましょうっていう中で、熊本城他3つの城で、一気ですね。一気だとね、兵糧の収穫がなくなってしまうのでちょっと痛いですね。さあ、大名発動しましょう。大義名分発動します。どこを戦場に設定するかというのもかなり重要になってきますね。清正ですが、このまま行くと、決戦場、佐渡原城になるというところですかね。義弘軍1万6000と結局高鍋城近辺で戦うことになっちゃったか。いやいや、苦しいな。戦場上限が1万。味方4000、敵1万5000というところですね。いや、強いなぁ、本当に。どう戦うかですけど、敵の前衛部隊をなんとか食い止めたいですね、こうなるとね。おとり部隊をつけて、おとり部隊で下の敵を、なんとか引きつけている間に、敵の中央にいる部隊を壊滅させるっていう、ちょっとそういう戦い方模索しましょうか。はい。では、ちょっとそれでいきたいと思います。ちょっとしっかりここは勝ち切りたいので、時間の進みはゆっくりめにして、ちゃんとやりましょう。
おとり部隊ですね。これがおとり部隊です。おとり部隊が敵をしっかり引きつけたいですね。他は敵の前衛部隊に全力突撃します。清正だけはね、破れるようなことがあると、敗退ということになってしまうので、ちょっと遅れ目で出撃はしていく必要あるかなと思います。ではこれでいきましょう。おとり挑発いつ発動するかっていうのがね、大きなポイントになるかなと思ってます。ここにいるのが島津豊久ですね。ちょっと早いけど、もうおとり挑発使っちゃうか。ご命令を。で、奈落がある方向へと、敵をね、誘導していきたいと思います。ご命令を。で、こちらは敵の前衛部隊に全力で攻撃を仕掛けていきます。さあ、清正の方に敵が全軍で攻め寄せてくる構えがあるので、清正は絶対に守る必要があるので、清正の防衛へと回ります。さあ、義弘隊に突入したいところで敵の奇襲か、食らった、逃げ切れるか。なんとか清正に逃げ切ってもらわないといけない。何のゲームしてるんだって話なんですけど、何のゲームしてんだって話ですよね、本当に。こう逃げ合戦になってますけど、とはいえですね、義弘ももうかなりしんどそうではあるんで、これなんとか義弘を打ち取りたいですね。このなんか鬼ごっこみたいなゲームになってますけど、今敵の足止め効くかどうか分かんないですけど、足止めして義弘の足が止まれば締めたもんですね。やりたい、構えよう。邪魔するなら。いやー、無理か、逃げ切れないか、逃げ切れなかったー。惜しかったですね。ちょっとこれはもう一度リベンジします。戻ってきます。やり方によっては勝てたかなと思うので、もう一度、ちょっとプレイし直しましょう。はい。島津との第2回戦ですね。もうここをなんとか取りましょう。うまくね、またさっきとは違う場所での戦いになってます。味方兵数27,000、義弘隊17,000ということで、さっきはね、ちょっと狭いところで15,000と14,000の戦いになったんですけども、今回は兵数で、圧倒的に有利な状態作れてますね。では、罠から仕掛けていきましょう。鉄砲水かな。鉄砲水しっかり配置して、こちらは敵をなんとかね、2段3段構えというようなところで、迎え撃つ戦い方していければいいかなと思いますね。では改善します。鉄砲水に敵部隊をまず引き込むところからやりましょう。で、そこで鉄砲隊で鉄砲を撃ちまくるという戦いですね。さっきの戦いは清正が手を打ちましょう。やられてしまったっていうのがあったので、清正がやられないようにっていうのは注意をね、しておきたいと思います。掴みましたぞ。まずは敵の居所、敵部隊が引っかかってくれるところにね、持ち込みたいですからね、うまくね。ご命令よ。この刃か。敵の本陣、お、鉄砲水にだいぶ引っかかってくれたぞ。これはでかい。相当ダメージ与えましたね。しかも義弘は足の遅い鉄砲。となると、こちらは全軍突撃しましょう。なんといっても今、鉄砲水発動して敵はダメージ出てますからね。義弘隊を撃破しました。城を奪還してできるんだったら、逆にね、進行したいぐらいですよね。
天下を滑るまで勝ち続けるのみよ。はい、ではですね、ある程度島津を削ったので、長宗壁との講和が切れる頃合いを見計らって一度、島津と停戦します。で、再び長宗壁との関係をうまく調整したらですね、再び島津攻略を行っていきましょう。島津から結果的にですね、二つの城を奪ったという形になったので、まあ、結果としては悪くないかなと思ってます。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。